こんばんは、カープ肩入れニュースの時間です。今日は5年目の藤井が先発のマウンドに登った。最速147キロの角度のあるストレートと落差のあるフォークで8連勝中の阪神打線相手に毎回となる4つの三振を奪い、3回を無失点に抑えた。高二軍監督は、今日のような投球を続けていけば先発転向の可能性もあると評価。今は先発が少ないため、今後もショートスターターとしての起用が見込まれそうだ。ただ個人的には、三振を奪える貴重なフォークの使い手として、勝ちパターン入りに向け、リリーフで経験を積んでいってもらいたい。試合は2回、木下と林の連打でチャンスを作ると、内野ゴロの間に1点を先制。しかし4回に、並木が同点に追いつかれると、5回には勝ち越しとなるツーランを被弾。さらに8回から登板した市岡も手痛い一発を浴び突き放された。その後打線は9回に木下と二股のタイムリーで追い上げたが及ばなかった。勝った阪神はこれで9連勝、順位を上げ首位広島に並んだ。そして今日は田村が下半身のコンディション不良から実戦復帰を果たした。結果は外のツーシームを引っ掛けてセカンドゴロ。トレーニングで4キロ増量した体を弾ませながら一塁を駆け抜けた。田村はいいスイングができたと2ヶ月半ぶりの打席を納得の表情で振り返った。小林が4回に緊急降板するというアクシデントが発生した。この日の小林は調子が良く、最速145キロのキレのあるストレートに多彩な変化球を織り交ぜゾーンで勝負。好調阪神打線を3回まで無失点に抑える好投を披露した。しかし4回に4番の井上をストレートでサードゴロに仕留めた直後、右肘を気にする仕草を見せる。そして次の打者に対し明らかに腕の振りが鈍いスライダーを2球投じたところで、磯村が異変を感じマウンドへ、そしてトレーナーもベンチを飛び出し、そのまま交代が告げられた。気にする素振りを見せた右肘、交代直後に見せた小林の不安そうな表情、箇所が箇所だけに非常に心配ではあるが、今は大事に至っていないことを願うばかりだ。小林は昨年1年目としては異例となる4月に初登板を果たし、そこから間隔を空けながらも登板を重ね、9月には完投を記録、さらに最終戦では1軍登板も果たした。その後のフェニックスリーグでは19イニングを投げフル回転、首脳陣からの期待の大きさを伺わせた。ただその反面、投げすぎを心配する声も大きかった。今シーズン完全試合を達成した佐々木の1年目の登板数はゼロ。そのことを考えると少々急ぎすぎたのではなかったか。まだ降板の理由は明かされてはいないが、過去の例を考えてみても今後の高卒ルーキーの育成には慎重を期して進めてもらいたい。試合は小林の後を受けた坂田が5回に4点を失うと、打線は阪神先発切り式のキレのあるストレートと両コーナーに投げ分けられるツーシームスライダーの前に7回までゼロ更新。ピッチャーが代わり8回にルーキー前川のタイムリーで1点を返したが、反撃もここまで。広島が1対4で阪神に敗れ首位から陥落した。ご視聴ありがとうございました。動画の評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。感想や質問の方もどしどしお寄せください。